かします。で、占い結果の把握漏れとかももう聞かないでくださいね。もう次の人に聞いてください。あ、それいい。あ、そう、だからしっかり聞いて、まあ、人の話。埋蔵金。あと、暴言、誹謗中傷、メタ考察なし。あと、赤から140人しか禁止。もっと試してるのかな。じゃあ、配送に関しては、の赤と埋蔵金の赤と。配送に関してはね、もう言うや。次来たら、そこで始めるわ。うん、8番さん、ラスト転校。はい、8番です。8番さん、ルールテンプレで分かります？はい、分かります。じゃあ、それで、で、薬害は禁止でお願いしますね。雑談、考察チャット、一切なしね。あと、配送に関して、まあ、初夜に配送ボタンを押された場合は、その後、めんどくさいんで、もう決定をしてください。で、ゲーム始まった後の配送に関しては僕が指示出すんで、それまでは、配送ですかとか聞かないでください、ね。判断するんで。追加、質問ある方。じゃあ、なさそうなんで始めますね。楽しいゲームにしましょう。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、人狼です。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼の方を行ってください。すべて任せたぜ。岩村で夜が、昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。まあ、毎回言うことなんですけど、まあ、人の話はしっかり聞いてください。それは自分自身もそうです。まあ、人の話聞いとけば、失言、把握漏れ、捏造ってなくなると思います。捏造されたされてないってムラが、しっかり話聞いとけば判断できると思ってます。あとは、まあ、安直な考察ってやめてほしいかな。例えば、占い師3枚出た場合って、エンドポジ、3枚目で出た占い師が振動1だねとか、例えば、全方位に殴られてる、殴ってるから、マックス強だねとか、あとは、そうね。あ、例えば対抗の占い師が釣りをしてるから、そこってローじゃないねっていう性質は、安直かなと思う。そういうのやめた方がいいと思います。8番のプレイヤーが発言します。率直に7番さんはいいなって思いました。固定概念ってやっぱりこのゲームやるに至って一番の害悪というか、一番やっちゃいけないことだなって思ってるから、うん、率直に7番さんはいいなって思ってます。だから私もね、占い師の精査で、あまりに片方の方が芯が薄いと言っても、一応その薄い方の占い師自称者の目線に立って、できるだけ芯も追っていきたいなっていう思ってはいます。はい。あと私、なんていうか、スラしまくって盤面動くと、頭がバグリシャスになるんで、もう、霊能と占いは一周目に出て、どっしり構えて考察ゲームしていきませんかと私は思ってます。そっちの方が楽しいと思うんだよね。やっぱ考察じっくりしたいじゃんって思うから。はい。まあ、結論で言うなら、7番さんの印象はいいが、色はつけれない。それだけ。9番のプレイヤーが発言します。そうですね。7番さんの人の話をしっかり聞こう。っていうのは大事で、まあ、基本的なんで、あとは把握漏れっていうのが、その、話を聞いてても、やっちゃう村人とかいるんで、そこはね、その、まあ、村人さんは、そこはね、村だったら黒く塗られて、釣られちゃうんで、そこは自分が釣られないためにも、忘れたりね、うっかりの発言が、そこが失言とか言われて、塗られるんでね、気をつけてほしいなと思いますね。
そうだな。あと、安直な考察といっても、まあ、そういう人外の行動パターンもあるんで、まあ、一概にそれが、まあ、一つの可能性として追う意見は別にありだと思ってますね。三振4名で進路1とか。うん。まあ、それぐらいですかね。八番さんは2周目。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。今日8番釣り。はい。8番投票します。8番さんって固定概念にとらわれたらダメなタイプのやつですよね。じゃあ俺1巡目で釣り1、8で決めるんで固定概念にとらわれていません。俺の印象いいっすよね。8番さん釣りまーすって。8の2巡目の発言が楽しみやな。8入れるで。2番のプレイヤーが発言します。はい。レノです、レノです。固定概念の1番さんっていうのが、8番さんの固定概念はちょっと違うんじゃないかな。意味と思っているかな。まあでも1番は、なんだろう。8番の反応を見て、2周目、どういう結果が出るのか、逆に俺は楽しみかな。はい。割と9番の方が情報を落としてないかなって思ってるから。7番のリピートは分かったんだが、8番の2周目っていうのが、なんでって思ったかな。8番の方が割と、まあ7番の印象だったりだとか、どっしり構えてほしいっていう、なんか意欲的なことは見えたかなって思ってるから。一緒くたにできないが、9番の方が一番情報落ちてない。以上。3番のプレイヤーが発言します。お待たせ。村陣営のエース、3番。1と8の発言聞いたら、1、8の2ロってのは、1億万パーセントないね、これ。1、8ロー、1、8、2ローペアセットは1億万パーセントねえわ。うん。だから1と8っていうのは情報としたと思ってる。そこは2に同意するわ。まあ、かといって9が、まあ、あんま色落としてないかと言われると、まあ、そうとも言えない。別に話の種になるような、種になるような話はなかった。だから、霊能が、まあ、仮に一角した場合、そこまでなんか急にマイナスイメージを与えることねえのかなと思う。二番で一角した場合ね。だあくまでフラットかな。まあ、一八は情報としたと思ってる。うん。村陣営の S、3番でした。4番のプレイヤーが発言します。4番発言いたします。2番さんが霊能を把握いたしました。じゃあ2番さんが霊能だったら、じゃあ俺騎士ね、騎士ですね。さあ2番さんが、さあ4番さん、僕のこと守ってくださいって2番さんが果たして言えるかどうか、ちょっと2周目聞いてみましょうね。皆さん2番さんの発言注目ですよ。いいですか？僕、騎士 CEO します。はい。2番さんが、4番さん僕のこと守ってくださいねって言えるかどうか。はい。そこんとこ見てみましょうね。皆さん、わかり、ね、2番さん大丈夫？ね、守ってほしいのかな？ 2 番さん守ってもらいたい？ね、はいはいはい！あ、これ2番！ね、はい、2番の発言1。5番のプレイヤーが発言します。占い師です。4番に白出てますけど、ちょっとがっかりしております。ちょっとよくわからなかったんで、そうですね。7番さんはね、じゃあ盤面精査とかをしないのかなって思っちゃいましたね。で7番さんの考察って、すごい注目して聞きたいな。だってライン切りとかしたらさ、それがライン切りだって安直。まあいいや。まあどうでもいいや。いや、俺4番にちょっと白が刺さってるのがね、もう正直ショック。ショックだな。で3番さん、3番さんが一番気になるな。18のロー1億万パーセントだっけ？ないって言ってたよね。初日でライン切りとか俺すげえ簡単だと思うけどな。そういうライン切りとか考えないのかな、3番さんと。6番のプレイヤーが発言します。はい。占い師ですね。占い師。2番白。あのね、これ、4番本当に、新騎士
ほどの騎士いるのかな。うん。2番に関しては太鼓出ないと死ん。当たり前なんだけど。うん。太鼓出たらわからなくなるけど。5番は偽。うん。もう、4が騎士だったらもう騎士について触れることはないの。新騎士？うん。まあ出た方がいいんじゃないっていう。うん。4番、だからちゃんと出た方がいいと思うよっていうことしか言えないね。うん。5番に関してはね、人外ですね。どっちでしょうね。4番に白出して、怪しいところに白出して、これどういうことだろう。狂人か何かがやってるのか、狼がやってるのか。まあ、5番人外ですね。はい。7番のプレイヤーが発言します。まあ、4番のやってる行動はわかんないけども、まあ、4番が騎士で1枚なんで、まあ、怪しいとこに打ったっていうか、騎士対抗がいない限り4番って真なんで、別にいいんじゃない？そこは。で、5番に言われたんかな？ 5 番に盤面精査をしていく、なんか、対抗が、多分対抗が釣り用したところを、ローって、ローじゃないって安直な精査するなってことでしょ？多分そこに引っかかってるわけでしょ？例えば、じゃあ6番が7を釣り押した場合って5番進地7白くなるでしょ。そういうのが良くないって言ってんだけど。はい。釣り回避するでしょ、多分。そういうのが良くないんじゃないかなとは思ってるんですかね。あと、まあ1番って目立った行動を取ってるけども、まあ、2周目の発言聞いてかな。俺は1番の拾った8番のよって俺は違うと思う。以上が現状。8番。のプレイヤーが発言します。まあ先に占い師精査からいくと、まあ 5の7殴りはちょっと不当かなって思ってます。7番さんって盤面による固定概念って私は認識したから、そこで殴ってるのはちょっと不当かなって思うんですけど、6番さんってまだ 1枚しか出てない。4番さんに触れ、5番さんに触れで他に全然触れてないんですよ。あんまり6の新面もないなって現状は思ってます。はい。で、皆さんなんか1の発言は私からの気になるって言うけど、1って私に入れようって言い続けてる限り、私にとっての人外表でしかないから、1って全然釣りたいですよ、私。そりゃそうでしょ。私村で1番さんは私を釣りたがる、まあ、2周目どうなるか知らんすよ。釣り釣りって言ってるんだったら、そりゃ私にとって1番さんは人外表になるんでね。あと、精査もしないしね。はい。全然1釣りたいです、私。なんかそれは変ですか？3番さんが、2番さんの精査で、なんか、Q のことを言ってましたが、Q って結局のところ色が見えてないから、2番さんはだから Q が印象がないって言ってるから、別に2番さんは9番さん怪しんでるわけではなかったですよ。はい。だから3番さんはその2番さんの発言を取り違えてるのかなって思ってました。はい。4番さんが騎士で良かったなって私は思ってますよ。精査しなくて済むので。以上です。9番のプレイヤーが発言します。まあ、1番さんは、まあ、1周目はちょっと分かんないですけど、まあ、8番さんのなんか反応を見るために言ってた可能性があるんで、2周目次第ですもんね。そうだな。3番さんは、まあ、怪しんでたわけじゃないというか、まあ、8、9比べたら色が見えないからっていうところで、あんまりいい印象の発言ではなかったんですよね。そこを3番さんはなんか、その時点での霊能者に、物申してくれたんで、人外なら、まあでも臨場するのも人外って見られるから、まあわかんないですけどね。でも、人外があえて Q がそんな、マイナスイメージを Q に対してね、役職が持たせる必要がないんじゃないかっていうのは、私目線は3番さんって印象良かったですね。まあわかんないですけどね。2周目の発言とかで、イメージというか印象は変わるかもしれない。だからちょっと8番さんこそ、色落ちがないっていうのは結構8、9比較して言ってるから、なんか、ちょっとそこは違うんじゃないかなと思いましたね。占い審議はちょっと、まだわかんないですね。4番さんの発言から4番さんが実は霊能で2番に対して、ちょっと殴りを入れたのかと思ったら、そのまま騎士だったんですね。っていう印象です。
ちょっと今んとこ2周目聞いて釣り。1番のプレイヤーが発言します。おうおうおう、誰や伸ばしたの。100秒も喋らんぞ俺。まあ出とくか。俺が真の騎士、4番がスライドすっかなと思ったんやけど、しねえな。うん。はい、霊能で着きました。ああ、最悪。俺、炙り出された。俺、騎士です。はい。騎士権限で今日は7、8のランです。7はアウト。7のアウト要素。7は安直な考察はやめてくれって言ったのに、3番は1と8の人狼は1億万パーセントないって言って、安直な考察してるのに、7は3に触れてないかアウト、ドボン。8に関しては、俺の2巡目の、考察だとか意図とか聞く間もなく、もう1釣りたいです、釣りたいですって言ってるのが、もう防御反応がやばいです。しかも8番騎士じゃないの、俺知ってる。俺が騎士だからね。だから8は人狼だと思う。いやーでも7も臭い。いやー7、8どっちでもいいです。はい。いや、4番の霊能のシーンは売ってないので、2番の霊能さん決めてください。7、8どっち行きますか。どっちでも、どっちでもいいですよ。ああ、どっちやろ。え、どっち？両方人狼ってねえもんな、でも。8行くか、8。はい、8。押して8。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、1番が狩人確定で、ありがとうございます。まあ、4番に関しては、まあ、ちょっとよくわかんなかったけど、まあ、強人じゃないかなとは思ってるよ。ってなった場合って、まあ、5番が仮に、4番が狼だった場合って、5番と統率が取れなさすぎているから、まあ、ローローペアっていうのはないかなって思ってるかな、普通に。てか、2-2なんだから、あれなんだけどね、本当は俺4番釣りたいんだけど、まあ、飲めないよね。あっても強人かなと思ってるから。はい。占い神言に関しては、7番も言ってたように、6番がちょっと、2周目か。なんか5番が、4番に対して怪しいところに城を打ってるっつうんだけど、あの時点で4番は狩人を自称していたから、5番が打つメリットってあんまないんだよね。うん。で、ほぼほぼ5番の位置で次に偽占い師だった場合って、6番に新占い師が出る可能性の方が高いから、5番があえてグレーにもう一匹狼がいるのに、そこまでやる必要はないかなと思ってるから、発言で言ったら5番が死んで、だから4番強人かなって思っている。はい。グレーに関しては、まあ、3番、あ、8番が俺、1番、本当に8番行くの。8番よく話聞いてて、すごい、俺的には印象も良かったんだけど、3番の、まあ、9番への、まあ、印象的なところだった、なんだっけ、俺がマイナスイメージって言ってたけど、まあ、別にそういうわけじゃなかったんだけど、でも3番も別に黒いと思ってない。やっぱ9番がちょっと気になってるんだよね。とは思ってるかな。3番の意見も聞いて決めますけれど、俺は1番、8番はあんま行きたくないと思ってる。以上。3番のプレイヤーが発言します。1番、8番はねえだろ。まあいいや、そこは。え、6番さんってどこ城なの？俺そこだけ把握できてないんだけど。それ教えてもらっていい？チャットで。まあ教えてくんないんなら教えてくんなくてもいいけど。まあ霊能、あ、2なんだ。あ、共に霊能にぶっ刺さってんの？じゃあ、霊能ってどっちともマックス強じゃん。強っていう考えでいいのかな？うん、いいんだな。うん、ローで囲う意味ねえしな。うん、じゃあ、霊能新居は確定してる盤面か。じゃあ、占い釣りからでいいんじゃねって思うけど、ね、そしたら。まあ、安直かもしんねえけど。7、8のランバーねえっしょ、1番さん。確かに進行論に反してたけど。普通に霊能からじゃねえ。今んとこ2番が死んだと思うけど、4番さんの発言で何かひっくり返るものがあるんだったら釣り切ろうかなと思ってる。で、占い師に関しては、まあ6番が全然グレー精査してないっていうのは同意。まあ5番に言っとくけど、1、8ローローが1億万パーセントないっていう俺の発言が安直しすぎませんかっていう問いなんだが、ライン切りするんだったらどっちか占い師で出るだろう。6番を強で置いて、1、8、ローローが見える。あ、まあ、6番が使用してないから今の俺の5番への殴りは不当か。うん、5番さんごめん。許して。4番のプレイヤーが発言します。
6番さんの城先ってどこ？ 8 番さん？で、8番さんが霊能 C をしてるって聞いたけど。合ってる？ 6 番が8城で、8番が、霊能 C をってこと？合ってる？ 2？ 2 番？ああ、やっぱりな。はい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 。一番さんさ、まず、一番さん、まあ、騎士なんだけど、俺が炙り出したんじゃないからね。一番さんは勝手に出てきただけやから、ね。出てきただけ。俺言ったよね、一周目。もしもし？俺騎士。俺騎士 CEO して、でも、二番さんつって、言ったよね。俺、霊能だから、俺、霊能ね。2番から言ってよ、2番から。ね。現に2番さんさ、1番さんに対して、絶対僕のこと守っていいよって言わなかったよね。俺に対しても。俺に対しても言わなかったよな、2番。ね。そう。で、2番さんは俺のこと強心で見てると、はい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 。強人の上等文句ですね。はい。強人がね、はい。はいはいはい。ちょ、もしもし？おい！ 5 番のプレイヤーが発言します。そうっすね。ていうか結局みんなどっから行きたいのみたいなね。明確に言ってたの1番さんぐらいだよね。村目線安定取るなら、例の釣り切りっていう人って言っていた？ん？ 8 番さんだか9番さんはなんかそんな感じのこと言ってたかな？3番さんはなんだかよくわかんないしな。まあ、俺目線は多分、2-4 で、まあ、どっちかで強人が出てると思うんだよね。なんか6番さんは確実に人狼だと思う、今んとこ。だと思うと、俺はグレーから行きたいんだよね。そうだなぁ。7番さんにしようかな、俺。なんか2周目もちょっと期待してたんだけどな、7番さんには。6番のプレイヤーが発言します。7番同時占いで良くないですか？でも、まあ、1番が7、8行く？当時占いでもいいような気がするけどね。まあ、そこはまあみんなに任せますよ。グレーでも良ければ。5番の相方。そうなんだろうね。まあとりあえずね、騎士は俺守ってほしいわ。あんまり新芽取ると噛まれるからね。5番強靭とかだったら、本当に怖いからね。4ローとかになるけど。そうなったら、怖いからね。普通に見れば5番はローだと思うから、噛まないとは思うけど。だったら1が死んだと思う霊能とか守ってもいいけど、グレイ君だったらね、死んだと思う霊能、噛まれなきゃいいけどなっていうのだけ俺は思ってる。まあ、グレイでいいんじゃないですか。で、まあ、霊能結果聞いて、どっちが死んかって、まあ、2番は白出てるけど、2番が強靭だったら5番はロー確定するけど4死んでね。まあ、とりあえず2と4の結果聞いたらいいんじゃないですか、今日グレイ行って。みんながまあ、例のいかないって言うなら。じゃあ、グレイ行きましょう。全プレイヤーの発言。俺を選ぶなんて悪い子だな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。あ、グレーじゃないの、グレーじゃないの、おかしいな。まあいいや、俺言ったから絶対2番言ってよ、2番。さあ、2番、じゃあ2番さんさ、俺に黒打つ自信あるか。ねえ。へいへいへい、2番さんさ。どう？
俺ね、2番さんね、俺に黒を打ったら、男として見て、もう、敵ながらあっぱれ。敵ながらあっぱれよ、2番さん。ねえ。そう、皆さん、2番さんが、俺に黒特攻する度胸があるかどうか、ちょっと見ものですよ。ね。白しか出せないヘタレなのか、ね。黒を出す男なのか。まあ、いずれにしても2番は人外なんで。はい。夜が更けました。人狼に気をつけ、すいません。5番噛みましょう。5番噛んで。ください。5番噛みましょう。1でもいいけど。7にしよう。あ、じゃあ7でいいっすよ。7って両方に入れられてるからもう無理だ。俺自爆するからさ、5がいいんだけどよ。まあ。自爆。夜が。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番、8番のプレイ。もう知らない。俺が言ったのに、言うこと聞かないからもう知らない。5番守られるなら俺らいいじゃん。言うこと聞かないんだもん、5番か1番って。もう知らないよ。守られるに決まってんだろ。そりゃ3番が悪い。俺は言ったよ。5番か1番って言ったのに聞かないから俺はもう自爆する。もうこの試合はなかなかやりたくねえから、自我見して自爆するって言ったのにもかかわらず7に。守られで占い。俺は言ったこと守ってくれないんだったら、俺はもう自爆するって決めてんだから。夜が守られたらそれは。昨夜はあれ、守ってたのかよ、5番を。亡くなりました。奇跡が起きた。5番、8番。奇跡が起きた。プレイヤーが発言します。笑った。意味がわからんな。奇跡が起きた。マジで。精査組み立てんの大変じゃん、これ。なんで7番噛まれてんの？ってことは2番さんってマックス強なんで、釣らなくてもいいのかなって思いますが、まあ2番さん釣って絶対 PP ないから発言精査をしっかりするっていうの意図で2番さん釣るのもありかなとは思ってます。1日目投票9番さんなんで私に入れたんですか？理由は？ 1 番が言ったから？うん。あの盤面って霊能ローラーじゃないと、決め打ちって2回しなきゃいけないんですよ。そのほあれ、だから、7、8、3って、普通にグレーはみんな強人通過4番入れてるからね。うん。9番さんがさ、3白いなって思って、その3に違和感を感じている私が、っていう派生さを落としていましたが、別に9番さんに対して僕は色落ちがなかったし、その3番さんが2番さんに対して、その何、印象下げてるっていうのは私は思わなかったからそう思ったから、3番さんそれはどうなのって聞いただけだから、急が私を怪しむ目線がでかいのが納得はいかないです。はい。まあ、ちょっと不安ですが、1番さん2釣るか2釣らないかは1番さんが決めてください。はい。まあ、急さんの発言聞かなきゃいけないけど、3の、時間がなくなっちゃった。生きてたら言うわ。9番のプレイヤーが発言します。うん。なんで7番さんが噛まれたのかはよくわかんないですけど、まあ、7、8で5番さんが7番行きたいって言ってて、最初7番さんを私は選んでましたが、まあ、5、6でね、ちょっと6番さんの審務が終えなかったんですよ。ただ、8番、7、8で比べたら、まあ、8番さんの方が、まあ、1番さんの意見もね、なぜ1番さんが7、8で8にしたのかってところも気になってたっていうのもありまして、それで8番さん、まあその、私がね、2週目で初日に発言した内容も含めて、8番さんに行きました。で、5、7はないと思いましたが、別に5番さん死んでも8番さん狼があると思ったんでね。で、まあ、グレー指定は確定の一番さんがしてたから、まあ、霊能からっていうのを、後半1で言われてましたけど、なんか霊能心境だったら、それよりも、
グレーで色、まあ、色を出したとしても4番さんがねかなり2攻め高かったから2番さんの結果だけを参考にしようとは思ってましたが、っていうところですね。8番さん投票の理由。ただ今日7番、今日じゃないな、昨日、7紙だけであれば1番さんの偽も追って7番さんが潜伏シーンも追ったんですが、6がすぐ開示してるんでそれはない。1番のプレイヤーが発言します。あ、でも、え、9番今なんつった？え？ 7 が潜伏シーン？で、俺の偽を追う？ダメだこりゃ。あ、5番守れんかったんはすまん。初日に5番守ってて、二日目に構えちゃったんだよね。うん。二日目は、まあ、三を守った。一番こんなかったら村見かな、みたいな。八か九だな、これ。九が今さら俺の偽、追う。これは、九番が五番を噛んで、俺を残すことで、俺の新芽を下げようとしてる。今日は二つるよ。霊能から手かけちゃったんだもん。ローラーするよね。うん。3は村弾きしてまーす。俺か3どっち残るか分からんけど、8、9、発言頑張って、明日。今日は2釣りね。2番のプレイヤーが発言します。うん、まあ、しょうがないとしか言いようがないんだが、俺がグレーに入れた理由を説明しておきたいかな。みんな目線では心境だっていう霊能精査であるわけである、あると思うんだけど、俺は5番が真だと思ったから5番の占い位置、なおかつ俺が色見れるの4番が5番を真だと思って4番強靭で置いていたから、情報を落とすためにグレーを落として、色を教えて5番の占い位置を狭めたいっていう理由で俺は9番に投票していた。で、9番のこの日の発言で割と、ああ、そういう思考だったんだって思ったのが、9番もなんか似たように、要は5番真でグレーを落として情報をなんか落としたかったっていう発言が出たのが、ああ、そうなんだと思ったかな。確かに一番さんの、その狩人、乗っ取りっていうのは、あんま逆にとか使いたくないんだけど、この中で、もう俺が死んだからぶっちゃけちょっと釣られるのはあれなんだけれども、9番がわざわざ、それを HP 低い状態で言うかなと思ってるかな。だから3、8どっちなのかなとか思っちゃったんだけどね、今回に関しては。で、1番が言う3番の村っぽいっていう意見も、まあ今回の話聞いてみないと分かんないかな。3番さんって、あれ、占い師、どこしんっぽいって言ってたんだっけ？なんか、霊能は2番がほどほどしんだと思うけど、みたいな話は分かってたんだけど。それぐらいかな。はい。発言入れて決めます。以上。3番。のプレイヤーが発言します。お待たせ。一応俺は6番が地紙してるからワンチャン6にローローもあるかなと思ってたけど、7紙が起きた時点でもうそれはないと思った。だってグレイに強靭いるんだもん。6にローローだったら7なんて噛むわけねえじゃん。だから2は人外だったら強靭。一応2番が死んだと思ってアンサーしとくけど、俺は6がグレー考察してないから、6の方が2戦目とは明言してるし、ただ5が俺に1周目なんか、18のライン切りが1億万パーセントないっていうくだりは、ライン切りもあるから追えないんですか、3番さんっていう俺への殴りは変だよって返そうとしたけど、ちょっと時系列がずれて、俺は5番に不当な殴りをしたからごめんなさいって謝りました。はい。で、どうしよっかな。まあ、2番死んだと思うから、8、9追記で勝ちなんだけど、俺はね、2番さん死んだと思ってるよ。4番のあの発言純粋に聞いたら2番の偽を追えっていうのが無理な話だから。だって騎士で出て、騎士炙り出してからの霊能でしょ？完全に人外思考でしょ？ムーブが人外なんだよ。だから2の死決め打って8、9追記で勝ちっていう簡単なゲームなんだけど、まあ俺さえ釣られなければいいけど、俺に対する人外思考を2番が持ってるんだとしたらちょっと危険かなと思ってる。以上かな。8級の黒要素ってのは特にないかな、正直な話。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、2番の遺言を発表してください。しょうがない。うん、まあ本当に死んだんだけれども、みんな目線はわからないと思うから。まあでも3番が唯一言ってくれたなと思ったぐらいから、2、4精査して4番が死にも全く見えないっていう。うん、まあ1番さんの言うより3番は村弾きしてもいいかなと思うけど、うん、正直9番の 2日目の本当にそういう思考だったら村っぽいなと思っただけだから、正直言って単体精査はできていない。うん、申し訳ない。あんまり力になれなくて。はい。ちょっと頑張ってください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番、3番のプレイヤーが発言します。お待たせ。村人陣エースの3番。エースなんだけど、どっちかわかんないです。あ、一応昨日投票放棄の理由なんだけど、まあ最悪の事態、2番が偽の場合も考えて、どっちか一生懸命迷って考えて、結局最終的には俺9番をしたんだけど、時間切れになっちゃった。だから反映されなかった。で、9番さんもなんか放棄になってるんだよね。迷ったのかな。まあどうして9番行ったかっていうと、1番さんが、確定役職の1番さんが、確か9を押してたから、どっちかといえば。だから役職の意思組み取ろうかなと思って。だけど反映されませんでした。いや、昨日2落とす必要なかったよ。だって2が死んだもんだ、どう考えても。だそういった意味では2投票してる8の方が怪しくなるんだけど、どっちかわかりません。はい。8番のプレイヤーが発言します。私は言いましたよね。2は絶対にマックス強だから鶴かつなんか1番さんが決めてくれ。1番さんが2行くから2行きました。これのメリット、完全に最終盤面まで行くから発言が伸びるっていう考察も私は落としましたよ。はい。っていうか、そもそもの盤面で、まあ、3番さんは理由を説明したけど、昨日の盤面って村人は投票放棄絶対しちゃいけないんですよ。もし同票になって、釣りが行われなかった場合ってかなり負けだから。はい。9番さんも投票放棄の理由言ってね。っていうかさ、もう自爆とかあって一気に最終盤面近くになってるから発言がだいぶ薄いからさ、明確な黒要素って確かに取りにくいんだよね。はい。まあ、9なぁ。まあ、9は結局のところって色って見づらいんですよね。1日目って村人総意で9番さんって色が見えないねって言った昨日の盤面で、まあ、私行く理由はまあ、わかりました。まあ、その進行論もあるっちゃあるんで、それは黒要素じゃないんで、9番さんの黒要素ではないですね。確かに。ですが、私はね、やっぱり、2-2 でグレー行っちゃうと、決め打ち2回しなきゃいけないから、たとえ5番さんで芯引いても噛まれた場合って、2-4 の決め打ちってしんどいから、4番ってほんまにあれで芯でやってる可能性もあるから、釣り切りってのは私の意見だったんだよ。はい。まあ、9が私にヘイト向けるんだったら9に行くけど、難しいな。はい。9行こ。9番のプレイヤーが発言します。難しいですね。私は1番さん変われないと思ってましたけど、並紙が謎すぎて追っちゃったんですよ。だって7番さんって噛む必要ないと思うんですよね。1番さんに7-8で疑われてたから。今日1番さん噛むならなんで7を噛んだんだろうと。まあでも1番さん噛まれてくれて、まあ目線は一つ狭まったという感じで。ただ、2番さんね、私も芯だと思ったんで、釣りたくなかったですね、正直。まあ、放棄の理由っていうか、ずっと迷って
それこそ1番さんに入れようかとも思っちゃったぐらいですよ。でも1なんか釣れるわけないし、まあ入れても次の日釣られる要素になるかなとも思って考えてるうちに時間切れって感じでしたね。3番さんがもし、まあ、狼だったとしても、2、4の真偽って、つかないはずだから、2を釣りたがらない、まあ、2番さんの方が断然新芽があったし、っていうところが、まあ、ムラなのかなと思うんですよね。ただ、まあ、8番さんが言うようにね、同票になって、もし2が強靭だった場合っていうのは、負け確になるからっていう理屈もわかるが、どっちでしょうね。まあ、うん、そうだな。8いきます、8。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。3か、わかんなかったな。